世代闘争下克上バトルお尻にキスマーク対決。ここはですね、なんと皆さんにですね、綺麗なお尻にキスマークをつける戦いです。制限時間内にですね、どちらがたくさんキスマークをつけるか、ただそれだけです。そしてこちらにですね、2つお尻が出てまいります。1つは綺麗な女性のお尻、もう1つはですね、綺麗な男性のお尻。どうかっていうの分かんないじゃんね。それはちゃんと見せますよ、よく見せて。こんな綺麗な方のお尻です。どうぞ。おお、どちらか一つのお尻は彼女でございます。まず1回戦は津波枝豆 VS しめさまひかる。さあどちらが女性か、みんな見てね。お尻オープン。さあ難しい、わかんない。これこれはやっぱ形見たら、あの顔、形でいきますか。さすが長年いろんな形見てますからね。これは A でしょ。ね、こっちはもう B でいいですか、それとも私も A 行きたいとか。B にします。はい、じゃあ AB 決定いたしました。それではお二人とも両膝をついてスタンバイしてください。両膝ついてるんですこれ。はい、うわすげえ。いいな。それでは行きましょう、キスマーク対決スタート。さあ一発決め、一発決め。バカだ、エクラだ。いくら正月だからね、こんなに流していいのか。やらしい、やらしい。ラモメさんすごい色。うまい、でもこれあれ。さあそれではこちらの皆様はですね、上のカーテンでご注目ください。上のカーテンオープン。さあ頑張って頑張って。嘘、そこまでさあお二人まだ見ないでね。キスマークの数でいうと圧倒的にこっちですよね。はい、これはもう数えるまでもありません。そうでした。それでは勝者の枝豆さん、はいはい、上に上がってじっくりとご覧ください。マジかよ。いやドキドキするな。ドキドキするんじゃね。お対面続いての対戦は松尾番内 VS ある北郷。松尾君と北郷君、はいはい、ね、自信ありますか。わかりますよ。こっちはもうね、はい、任せて。100戦で言えば任せて。本当に大丈夫ね。今のもあの肌のツヤでお尻のツヤもわかります。ほら来た。なるほどね。さあどんなこのお尻にキスできるのか、ちょっとモニターを見てみましょう。こんな子です。うわどちらを選ぶか、あげてみましょう。カーテンオープン。またわからない。これこれ難しいな。 B はどっしりしてますよね。 B は揺れてるんですよ。でもさっき彼女ちょっとこんがり冷やして、もしお前に先に従ったら先に決めたらポンって言ってもいいんだよ。もうだって茶髪でしたから間違いなく B ですよ。 B いきましょう。 B あげるよ。では行きましょう。キスマーク対決第2回戦、よーいスタート。うわすごいな。お前下も優しくな。ある程度お前すごいな。また目つぶんだといいよ。ジェブと無理やるな。ジェブ無理やるな。何だよこれ。あ、北郷うまいね。いいのいいのいい。普段も言い渡して、あの最後のキュッてするのがいいんだね。さあそれでは後ろの方、上のカーテンがオープンします。せーので、まず後ろ振り返ってみましょうか。振り返り、せーの、
ご対面。いやいやいや。チーター、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 チーター。